お風呂もトイレもダメですね、うんはいはい、下水から泥が入ってます、うん、お風呂場と洗面脱衣所で大谷小学校に今まで避難されてて、多分震災の時の様子とその今回高さで言うと、まあ、うちはここ、これ、これ、これそこまで浸水してるんですね、うん、跡が残ってますから、そこまで来てるんですね。これから生活していく上で、小物がやっぱり必要になってくるから、ね、ほとんど大体もう揃えて、じゃあ、もうこれからそうですよ、ね、っていう時でしたね。だからまたまたみんな、まあ、捨てて。でもこれほら、こういうものも浮いてしまってるし、塔も外れちゃってるし。あ、本当ですね、浮いちゃってる、ね、全部浮いてるんですよ、この辺。で、昨日掃除してる時に、ここを建てたっていうか、建築した人が見に来て、どのくらい浮いてるかとか見てって、はい、県の方に報告しますと言ってましたけど、まずそのところですよね。この結べるかどうかですからね。そうですよね、うん、こんな被害、水害っていうのは、うん、ほら洗浄して、うん、消毒して、うん、どうのこうのっていうのがあると思うので、うん、この先どのくらい時間かかるかわからないし、うん、たくさんの件数でしょうから、うん、また長い避難生活になると思います、うん、今回のようなその地震の後に建てられて入られて生活再建を途中にしているような皆さんがこの水害でまた仮設という場所で被害に遭っちゃっているの で自分の持ち物でもないですし、どうやってこれからこの仮設住宅を清掃していったらいいのかとか結構悩まれている方が多いと思うんですよね。だからできるだけ県や国が力を合わせて早くこの仮設住宅をどうするのかっていう方針を決めてもらって、で私たち支援外部の支援団体としても、で被災された皆さんの生活が早く安定できるようにしていきたいなというふうに私たちは思っています、ね。